いどうもピョキンです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコースゲッティングバンドフォーダミーズということで、ダミーによって取ることを禁止されていたということでしょうか。まあマリメのコース名ってね、意外と脈略脈略もう何が言いたいか分かるよね。まあマリメルコース名ってね、意外と脈絡のないコース名が多いんですけど、このコースは一体何を取ることを禁止されていて、何がダミーなのか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.34%。 そんで僕みんなに聞きたいことがあって、毎回コース名を訳してるつもりなんですけど、あれいる最近必要ないんじゃないかなって思ってきたんですよね。開幕花親父なるほどね、ここは右にダッシュして花と親父を避けろっていう感じだね。そんで左上にフラワーあるけどさ、あれ取れんのかな。取れそうにないね。じゃあ派手なブロック叩いてみる。どうせ魚だと思うんだよな。いやっぱ優しい。これで僕はどこでも復活することができます。左にイエイって書いてるな。なんか来そうじゃない。イエーイ分かってんだよ、ここは右に。いや一旦ここでジャンプ。読めてる。ここどうやって行けばよかったんだろうね。一旦上の方でジャンプして、もう一回ジャンプしろっていう感じかな。そしたら、なるほど、リフトが戻ってきて土管に入れるっていうわけで、それは想像できなかった。ハローって書いてるのか。どうもこんにちは。ただ左下のこのブロック怪しいな。鉄球左怪しくない？ちょっと行ってみる。バネと僕のスーパーミラクルコンボジャンプ。今日はバネを信用しない方がいいよ。機嫌が悪いみたいだねじゃあここはクリームを出していいのかな。あ、一気アップなんだね。うわ、なるほど、そういうことしてくるわけね。あ、でもさ、ここ滑り台になってるよ。これ倒せんじゃないのかな。クリーム、ちょっと見ててね。どけこのどんかりこんやろうか。バネが成功するなんて思わなかったね。いや、ああいう一発マリオね、昔あったことがあって、そういうのを知ってました。うわ、キノコが出てきやがった。これは、いや、これも積んだ感じだね。それじゃあこのガリガリの中でさ、キノコが出てきたよね。このキノコを取って先に滑ると、そういう感じだね。いや、裏に何か隠してる系は分かんないよ。うわ、ここ怪しいな頼む、僕に自由を。アイテムはいらないって。自由を手に入れました。このまま先に進めると、そういう感じだね。ドケブラさん、マッセパウ様いや、まさかこの場所が合ってるだなんて思わなかったね。じゃあ一旦この場所でパンを叩いて、このブラパを倒せた、そういう感じだね。さあ、そろそろ中間ポイントあってもいいんじゃないかな。頼む、中間ポイント。なんだ SUS って意味ありげだな。あれ、あ、ここ一旦やられない、いけんのやね。そうすれば多分あの赤い土管の方に進めんね。それじゃあやられてチビになったことだし、上の土管に行けると思うんですけど、この右怪しくない？これ壊れるんじゃないか。やっぱりこっちが正解なんだねすげえめんどくせえスター出しすぎやろ。これもなんなんだこのスターの体重はよ。スターの無駄遣いをすんな絶対右が合ってると思った。ここ壊れるの怪しすぎだもん。それじゃあ赤の土管、こっちが正解っていうことだね。オンオフする。これ足場あんのか。ボキャーン。それじゃあここは左行ってもやられるから、オンオフできないっていうことでしょう。なんでこのバネを持つことによって、やっぱりオンオフができたね。さあ、今日はバネとフューチャリングだね。フューチャリングバネバネ脱退したね。上の方に行きました。なるほど、ここでバネがいるのか。そんなふてくされてどっか行くなって。ちゃんと出番あげるから、ちょっとそこで待ってろ。一番大事な役割あげるから、ここでお前の出番だぞバネ。届かないよもうちょっとだけバネさせてくれないかな。全然息が合ってないよ僕たち。お前の脚力がないだって。もうバイトは成功だはい、それじゃあここにバネ野郎を置いて、このバネ置いてけぼりにしたいと思います。そしたら先に進めるっていう感じっすね
この緑どもが、今日は緑が危険なコースみたいだね。危ねえ、ルイージで来てたらきっとボコボコにやられてたよ。それじゃあこのバネもう一回持ってっていいのかな。次はちゃんとしなさいよバネ。こんなにチャンス与える機会あんまりないんだからね、フューチャリングバネキング。よしよしよし。さあこのメットを持って、ここで投げたらね、絶対魚かなんか出てくるよ。これで投げてみる。なるほどね、ここにバネがあるのね。じゃあここで投げて一旦かぶってこの土管に入れると、そういう感じだね。それじゃあ進んでいきますか。それはわかるか。それじゃあここはブロックにひっついた状態で投げて下に行けっていう感じだね。そんで土管に入れると、いやこれはわかんないって。さあここも何か難しそうだな。一旦ブロック叩いてみようか。そしたらこのフラワー取れるんじゃないのかな。あれ、普通に取らせてくれたね。で、この右足場がないみたいな。あ、あるっていうことはさ、もうこのクッパクラウン乗るしかないね。あれ乗れんよ。あ、なんもないんだ。そんで一応この氷を溶かして先に進む。うわ、この四角怪しいな。なんかあるんじゃないのか。なんもないのか。それじゃあ赤いドカーに入っていきたいと思います。今の場面全然難しくなかったね。さあテレサ追ってきそうだね。もうこのまま右にダッシュして逃げる。もう常に右ダッシュ、常に右ダッシュ。早く早くスネークブロック、早くダッシュして右に行く、早く。なるほどね、そこで中間ポイントがあんのね。でも僕は中間ポイントがいらないとこ、それを証明してみせたいと思いません。今ね裸でやってるんだけど、エアコン効きすぎてさ、めっちゃ寒くなってきちゃった。じゃあいつもの通りで服着ろよっていう話なんですけど、まあ無事中間ポイント取りました。この先は、え、これ行くの無理じゃない。ここ右ダッシュしろっていうことなんかな。あ、これで抜けれるんだね。うわ、また怪しいバネがいるな。今度は何をしてくる。あのフューチャリングバネまで用意してきやがった。だが僕は希望を捨ててないぞ。この四角の枠に何かある。それじゃあここはバネに乗った瞬間すぐ上に行けっていう感じだね。さあ右下怪しい、絶対花飛んでくるでしょ。何をしてくるドッス。あ、いや、キノコが来てる。このキノコ絶対いる。ドッス、バネ倒しは役に立つじゃねえか。そんで次は上に行けっていう感じだね。これ鉄球かな、バネ。そしてよって書いてる。へいよサボテンよ、閉じ込められてしまったよ。お前はケラケラ笑ってんじゃねえんだよ。じゃあここキノコ取ってさ、被弾してブロック叩いた人がすぐ右、これで先に進めるっていう感じだね。で上ブロックあったけどさ、これ鉄球、あ、やっぱり鉄球なんだね。それじゃあ進んでいきますか。次はどんなんだ。もうゴールあっていいよ。え、ここバネが出てくんの。あ、わかったよ。今入ってきた土管があるじゃん。そこバネが出てくるから、この上に行けっていうことなんじゃないかな。でもこのクッパクラウンは何。やらせんなザコゲ。それじゃあこのブロックを壊したら土管からバネが出てくるっていう感じでしょ。今日はどうあってもバネは僕とコラボを組みたいみたいだね。動画のタイトルの名前の最初さ、カッコ神会みたいなのあるじゃん。今日カッコバネ会みたいなのしとく。いや絶対無理やろ今のこれ。え、いや、ある。全然ある。このロケットが倒してくれるみたいな、そんな感じなんじゃないのかな。いや、絶対そうでしょ。このロケットがさ、バーンってなるじゃん。そん時に倒してくれるんじゃないのかな。え、違うの？これ左にロケット出してくれない？そしたら右に行ってパックを倒すみたいな。頼む。いや、絶対そうだと思ってた。で、この左のバネ持っていけないのかな。いや、持っていけそう持っていけそう。多分この場で必要になってくるよ。それじゃあここでパウン落ちて、だかだー。いや、ここさ、どう考えても左の場で持っていかなくていいよね。このまま先に進んでみようか。そんで上か右か。いや、もうさっさ上に行かないけ。うわ、くっそ、考えてる時間なんてなかったね。あれ、左カロンの甲羅出てきてない。あ、ごめん、さっきまで出てきてたっけ。全然気づかなかった。あのカロの甲羅いるのかな。一旦なしでこのまま進んでってみるね。
わ、出てきてたのかな。マジで気づかなかった。じゃあここは早く上に行ってみようか。下はノーって書いてるもんね。そんでここでオンオフをして右に行けみたいな。うまっすぎ、避けた。いやそれは無理だって。じゃあここで一旦ジャンプして、そしてカラーの甲羅を履いていってみる。これが正解なんかな。あ、ここで倒すのが正解。これが正規なんかな。いやどうなんだろうね。まあ、入ったまんまいけたけど、一旦このまま先進んでみるね。カロの甲羅ない状態で。でここ下はダメでしょ。じゃあここどうやって行くの。え、でもう一回ジャンプ。なるほどね。何度かこうフェイントかければよかったのね。うわ絶対あそこゴール。こんなかゴールと思わない。やったぜ。今日はゴール優しかったね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオか。わかんないんですけど、すごく珍しいコースを見つけてきました。ハンマー踏みということで、説明文にね、ハンマーブロスではなくてハンマーを踏もうって書いてるんですよ。いやまさかのだよね。敵キャラじゃなくて敵キャラが出すものを踏んで進むコースって、すごく珍しいなと思って説明文を2度見、いや3度見ぐらいしたかも。いやマジで3度見ぐらいしたかもしんないね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.44% でさ、ハンマーって踏むことできたっけ。どうやって踏むんだろう。なるほどね、このカロンの甲羅を履いてこのハンマーを踏めと。これ絶対ぶつけよ。でさ、気になったんだけど、この最初のドアって何なんだろうね。ショートカットできるやつかな。違うね、多分これリスタートできるためのものだね。一旦こうやって当たってももう一回扉に入ればカロンのコールがあるっていうことか。じゃあ次はきっちりこのハンマーを踏んでいきたいと思います。タイミング見極めよっか。ほら。ハンマー出してくれよ。あなたは飛んでこなくていいんだって。タイミングが難しいね。ちょっとタイミング見極めていいかな。ハンマーブロスがさ、ハンマーを手にした時ぐらいにジャンプ。あ、これでいけそうだね。じゃあ次もそのタイミングでいきたいと思います。このタイミング。2匹目のハンマーブロスのところさ、ちょっと針が高くなかった。針が1段ぐらい高くなってるよ。なんでこのハンマーをもっと高く踏めと、そういうことなんじゃないかな。今タイミングバッチリだったね。さあ次はちょっと難しいぞ。このタイミング。これほんと難しいね。でこのコースさ、ハンマーブロスを何匹超えればいいんだろうね。絶対どんどん難しくなってくるよ。さあこの場面だな、しっかり集中していきたいと。うわ絶対今のいけた。ちょっとビビって左に戻ってしまったけど、このタイミング。ここほんと難しい。針の位置も高いしさ、タイミングをつかみづれえな。次でいきます。このタイミング。早くブツを出さんかー。次こそあの場面攻略してみせたいと思います。みんな安心して見てて、いけなかったらカットしてるはずだから。このタイミング。よし本当にいけた。さあ、あ、瞬間ポイントくれるんだ、ありがてえ。うわちょっと離れてるな、難しそうだぞ。ちょっと集中するね。このタイミング。まあ中間ポイントくれるってありがたいね。もはや一発マリオじゃない気がするけど。それじゃあ次はこのタイミングか。くっそ、何個出してくんだって。今完璧のタイミングだったよね。まさか2個目のハンマーにやられるなんて思わなかったんですけど。で今度ね、このハンマーブロス上にいるからね、さっきとタイミングが違うんだよね。投げた後にジャンプ。あ、多分そんくらいのタイミングだね。なんでここのハンマーブロスはさ、ハンマーを投げた後にジャンプ、きっとこれだね。さあ次は同じタイミングで行ってみようか。ハンマーを投げた後にジャンプ。あ、またハンマーにやられちゃった。なるほど、次でゴールっていうわけね。もう僕は見えました。サンズの川だな。この2匹を超えるさえすればゴールなんだ。耐えろピオキング。そして信じるんだ自分を。今まで何千時間とやってきたマリオメーカー2、自分のスキルを信じるんだ。やっほー。やめていいですか。ここほんと2回連続成功させるのがほんと難しくて。次でいきます。次のハンマーでこれ超えればゴール、頼む。やった。こっから右にジャンプして。さあ、なんでなんだー。
多分右のハンマーブロスを倒した勢いで進まないとゴールに届かないんだよ。なんでここでこのまま右にジャンプ、やったどうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。